ロベルト・プロシネチキは、ドイツ・シュベ人間出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。日本では、プロシネチキと表記されたこともある。ユーゴスラビアからの出稼ぎ労働者の家庭の子供として、当時の西ドイツで生まれ、1979年に帰国。その後ディナもザグレブのアカデミーへ入団し、ミロスラブ・ブラジェビッチの指導を受けた。 1986から87シーズンにプロデビューを飾る。1987年にはユーゴスラビア U-20 代表としてチリで開催された FIFA フフワールドユース選手権優勝に貢献しゴールデンボール賞を受賞するなど一躍注目されることとなった。同年にレッドスターベオグラードへ移籍。チーム最年少でありながら ドラガンストイコビッチらと共に中盤を組み立てた。レッドスターではリーグ優勝3回、カップ優勝1回。1990から91シーズンチャンピオンズカップ決勝でフランスのオリンピックマルセイを下しチームの初となる欧州制覇に貢献した。1991年にレアルマドリードへ移籍。当時のユーゴスラビアでは25歳以下の選手の 国外遺跡は認められていなかったため、最終的に欧州サッカー連盟の裁定に持ち込まれた末の遺跡だった。低迷していたチーム復権の希望を背負ったが、故障が続き、ファンの期待に応えることができなかった。1994から95シーズンは、レアルオビエドにレンタル遺跡、レアルマドリードを3から2で破るなど、30試合で5ゴールを上げ、調子を取り戻し、 翌年には、ヨハン・クライフが獲得を希望し、FC バルセロナへ移籍、しかし再び怪我に悩ませされ満足にプレーできなかった。その後セビージャを経て、母国のクロアチアザグレブに帰還。2002年には、J リーグの名古屋グランパスが獲得に動き、一時は本人も移籍に合意したものの最終的には実現しなかった。以降は、クロアチアや FA プレミアリーグ、ポーツマス FC、 スロベニアのクラブなどでプレーし、2004年に現役を引退した。ユーゴスラベア U-20 代表として挑んだ1987年の1987、FIFA ワールドユース選手権では、ダボルシケルやズボニミル・ボバンらと共に優勝に貢献、準々決勝のブラジル戦では、決勝点を決めるなどの活躍を見せた。累積警告により、 決勝戦の西ドイツ戦は欠場となったが、大会 MVP に輝くなど早くから才能を発揮していた。ユーゴスラビア代表としては1989年にデビュー。1990年のワールドカップイタリア大会では一次リーグ第三戦の UAE 戦で1得点を記録する活躍などで、同国のベスト8進出に貢献した。選手としてキャリアの絶頂期にあったが、 1991年のユーゴスラビア崩壊に伴い、クロアチア国籍を選択したため、UEFA ユーロ9 2やワールドカップアメリカ大会などの主要国際大会からは遠ざかることになった。ユーゴスラビア代表での最終成績は15試合4得点。クロアチア代表としては1993年にデビュー。シューケルや ボガンらと共に独立後初めて出場した1996年の UEFA ユーロ96ではベスト8進出。1998年のワールドカップ、フランス大会では一時リーグジャマイカ戦と3位、決定戦のオランダ戦で得点を決める活躍などで3位入賞に、貢献、クラブでは度重なる怪我で活躍できなかったが、この大会での活躍で再度名声を取り戻した。 2002年のワールドカップ日韓大会にも出場するなど、クロアチア代表として国際 A マッチ49試合に出場し10得点を記録した。2006年からはクロアチア代表のアシスタントコーチに就任し、代表時代の同僚であるスラベン・ビリッチ監督を補佐。またザグレブでは2007年から喫茶店も経営している。2010年12月、 フルスのレッドスターベオグラードの監督に就任したが、2012年8月に辞任。2012年10月にトルコスユペルリグのカイセリスポルの監督に就任した。2014年12月、アゼルバイジャン代表監督に就任。2018年1月4日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督に就任。キープ力に優れ、テクニックを生かしたキープから独自のリズムで、 決定機を演出したチャンスメーカーであった。クロアチアザグレブでは三浦和義とチームメイトであった。ありがとうございます。